はい、アマゾンでですね、脱毛器具買ってみました。ひげがね、僕はちょっと気になるもん で、あと剃るのがめんどくさいので、脱毛にちょっとしようかなと思って、で、まあ、冒頭で写真が出てたんですけど、あれが、B4 の状態ですね。で、まあ、約3ヶ月ほどかかると説明書には書いてあるんで、まあ途中経過だったりを出していこうかなと、また最終的に3ヶ月後の脱毛効果を出していこうかなと思います。なんでチャンネル登録よろしくお願いします。で、一応これね、Amazon でね、13,800円だったかな。そんで、2,000円のクーポンが使えるんで11,800円で実際買えますね。で、中身こんな感じで、まあ、ちょっと一回出したんですけど、まあコードレスじゃないですね。コードを差し込んで、で、使うような感じですね。で、まあこんな感じに、こっち側から照射する感じで、こっちはなんか冷やすみたいですね。こっちから照射します。ピカってフラッシュが出るような感じですね。で、あと肌に密着している状態じゃないと、作動できないように、ちゃんと仕組みがなってるみたいですね。あと説明書が入ってて、まあちょっと中国語を日本語化してるような感じなんで、ちょっとね、読みづらいところもありますけども、まあここもね、無痛霊感脱毛専門家って書いてますからね、専門家ってね、表現日本のあれだとしないですからね。あとサングラスが一応ついてますね。まあ、光が結構強いんでね、これかけてやっぱやった方がいいみたいです。で、一応ね、5段階調整できるんですよ。5段階調整できて、私は3でやりましたね。1、2はそんなに熱い感じじゃなかったんですけど、3でちょっと熱っていう感じがやっぱ熱っていう感じがします。で、4、5だとちょっと明らかに熱いと思うんで、3でやってみてます。で、一応ね、指毛もね、ちょっとこうやろうと思ったんですよね。でね、今人差し指映ってますけど、こう中指、最初ね、中指ぐらいのこう長さがあったんですよ。でね、2回ぐらい照射したら、ほら、こういう風に短くなったんですよね。で、ちょっとこの毛が燃える感じはあります。毛が焼けてしまうというかね。で、こっち側ぐらいの長さがあったんですけど、ギュッと短くなっちゃったんで、ちょっと熱で焼くような感じもあるみたいですね。そのレーザーで、まあ、毛根をこう弱めるっていう効果がもともとあるみたいですけど、ちょっと焼くような、雰囲気もあるみたいですね。で、まあこれを買おうと思った経緯としてはですね、脱毛サロンに行こうかなと思ったんですよね。ヒゲだけ10万とかなんか20万とかなんとか言ってたんで、あ、それはちょっと高いなと思って、ただなんか知り合いが5万ぐらいとかのなんかで結構できるよみたいな話してて、あ、それなら買おうかなと思ってアマゾンで見たら、まあ最安値が1万2000円ぐらいからあったんで、まあ上はね8万とか10万とかもちろんありますけど、まあ多分これっていうのが多分この仕組み、はい、ごめんなさい、ちょっとビデオが一回途切れました。多分仕組みとしては多分おそらく10年前ぐらいに主流だったんじゃないかなと思います。この1万円とか2万円ぐらいのやつっていうのは、で、今のね、そのもう脱毛サロンでやってるやつは50万とか100万とかする最先端のやつだと思うんですよね。で、それが、まあ、フィードバックしていってホームケア用になってると思うんで、今美容脱毛サロンでやってるのは50万とか100万とか多分すると思うんですよ。で、それをご自宅でみんな買うにはちょっと大変じゃないですか。ただ1個前の世代のやつとかをホーム用にするしていきますよね。なんでそれが多分ね8万とか10万ぐらいのやつなんだと思うんですよ。で、まあ、だからこれは3世代4世代前主流だったやり方なんだと思います。なんでまあ10年前ぐらいとか主流だったんじゃないですか。だから10年前とかで脱毛でやったっていう人とかでね、全然もう生えてこないよとかいう人もいるんで、多分まあ使えると僕は思いますんで、3ヶ月後ぐらいにとか途中経過を出していきたいと思います。で、最後にビフォーのね写真ももう一回載せますんで、
見といてください。チャンネル登録よろしくお願いします。